哔哔哔哔哔哔，来，先把这个跑起来。上面他妈那个灯塔。这里看就没点灯了，要找条路上去。哎、よし。どうして？哦，下路啊。难怪当初没跑到这个点。左护灯塔。点亮前路，耶、yeah ！应该是全点了。这个包是啥小？还有好多个哦。哇，找婆婆，她的姐妹恩怨。她找她上我之前的故事是，她知道她姐。出卖了他吧，我觉得他是他姐，应该嫉妒他。哎，就算亲情哦，也没屁用。你知道为什么吗？不干，那么是家争家产的，不是都一样吗？妈，为了钱还不都一样？不然那些电视剧在演什么？那王永庆他们那个也是一样啊。拢共款啦，为着钱哦、喔，他们小拢会使得出来。来啦，我跟你斗三工啦。お祈りを。我が先祖にな。これからする諸行の許しを乞うておった。ご先祖は何と？声が聞こえん。いな天あうわと聞いしやわ。ご先祖にはできぬお務めゆえ、あえて黙っておいでなのでしょう。姉の居所が分かった。那就干那走啊。古い砦だ。ご出立を。我听你。甲を切らしてしまったからな。祈りをあげられぬ。菊池の館はこっちだ。
走，来。よく見つかりましたね。姉は池田殿の家に入ってな、菊池家の老頭であった。近くの山の麓に親方が。姉はいつも自分の館を欲しがっておったな。菊池家も駒田で滅んでおります。姉は館を乗っ取ろうと企んでおるのだろう。足立家を奪い損ねましたから。話によると、ある一族が京を構えたらしい。家紋はあの文のものと同じ。姉君か。今は館を流民の仮住まいにしておるそうだ。故郷を失う辛さがわかると申して。まことでしょうか。突き止めてやろう。姉君が故郷を失ったとは。結婚して家を出たに過ぎ。池田殿は老頭では。ああ。なぜ妹のあなたが武家に嫁ぐことになられた。幼き頃俗に押し入られたことがあってな。私は太刀を手に取り、姉は隠れた。賊どもを片付けた後、足立殿率いる侍衆がやっと駆けつけてきたのだ。姉は一目で足立殿を気に入ったようだが、見初められたのは私の方。嫉妬の末に裏切りに行き着いたのか。昇進を癒してやりたくて、池田殿との結婚を後押しし、姉は北へ嫁いだ。池田殿とはお知り合いでしたか。前妻に先立たれたが、優しき男と共犯であった。優しさなどいくらでも取り繕えます。何を申したい。なぜ姉君は今になって復讐を企てたのかわからないのです。これだけ分かっておればよい。姉は我が一族を殺し、今日その報いを受ける。在哪到了没。姉君が裏切る兆しは。近しい間ではなかったが、お互いを思い合っておった。装的。公の場でも姉を見かければ挨拶を交わしていたぞ。まさかこれほど憎まれておるとも知らずにな。あの日は親方にいらっしゃったのですね。朝から館に来て菰田からの知らせを待っておった。夫の安否に気をもみながらな。あの時初めて姉と分かり合えた気がした。共患難的时候都会这样，像当兵的时候是不是觉得同梯很好？他只是来刺探敌情。阿达奇家の嫁子らは賊と戦ったようですが。戦ったのは私と嫁らで、姉は孫と馬屋に逃げた。その後、姉らしき骸を見つけた。誰の顔かわからぬほどに潰されておったが。金色の帯で姉だと思い、一族の墓に埋めたのだ。这都是可以伪装的。ことを知り、偽の無垢を作った知恵者です。私を生かしたこと悔やませてやる。もう着くぞ。要下来吗？馬を降りろ。OK。ここからは歩く。看一下哈，没有燃烧剑，爆炸剑剩一发。晩兵がおるな。ご用心。流民ばかりの場所ならば何があってもおかしくありません。罠はどこにおる。まさこが来た。殺せ。切り捨てろ。怎么会砍呢？ちょっと待て。
有哪一个比较屌啊？急がねば新手が来ます。走。外面刚刚那两个很硬哎。民をかくまっておった。あれはただの隠れ蓑さ。姉上、姿を見せろ。殺せ。そこに。オッケー、最初。没东西捡。援軍です。人殺しに使えるのか。出てこい、不良者。砍れや。道場まで押し通れ。次から次へと。どうでもいい。まだ来るか。さっさと殺して終わらせるぞ。怎么胖？花はどこだ？山の上の館です。妹が会いに来たと伝えろ。这么有礼貌。有震动。等等，应该有旗子之类的吧？我没看到旗子嘞。干，破图！应该会有战旗啊，不然他在抖啥小，这个手把妈的坏掉是不是？这都不能捡。姉君を何と言いたす。やられたことをやり返す。
ご家族であっても。私の家族は死んだ。あれはただの人殺しだ。棋子。看到这里就没走动了。姉上、さあ出てこい。哇，他姐真的老哦。来たか、雅子。姉上だと騙し、私に誰を埋めさせた。蒙古に殺された百姓の女だ。泣いてやったか。よくも全てを奪ってくれたな。息子の嫁に孫だけ。それのどこが全て。讲得理所当然ね。私は蒙古に奪われ、お前も殺し損ねた。だがやっと本当に全てを奪える。靠，他真的姐，他姐真的是没心了。ここは食い止めましょう。助かる。干，真的很靠北。留着门也没用啊。よくも息子の嫁を、幼い孫を、一族を殺してくれたな。お前の所業に比べれば安いものよ。私が何をした。奪ったではないか。館から追い出し、心を寄せる男をさらい、他脚臭。押しつけ身も凍る地へ送ったのはお前だ。永劫に続く苦しみを受けてもなおこの生き地獄はお前には分かるまい。お前が押し付けた地獄だぞ。いずれも私の咎ではない。何を言う。知らぬふりをしておったくせに。殺しに来たのだろう。切りたければ切れ。苦しみが終わるのならば本望だ。始末をつけるのは私ではない、己自身だ。是呀，他姐我觉得会刺他。お前も地獄を味わえ。直接刺杀，这怨恨是多深呐、啊！哦，婆婆的故事，妈二十分钟就没了。痛む代わりに笑い合って過ごした日々を心に浮かべようと努めた。見えるのは姉の顔、それだけだ。これが生き地獄なのか。いえ、敵を討ったではありませんか。ご一族のため、その命を懸けて。もう安らぎを求める時です。
道は安らぎには通じぬ。ではどこへ。どこであろうな。このまま歩みを進めればわかるであろう。それは修羅の道です。もう遅い。だがお前が呼ぶなら手を貸すぞ。 OK 拉回一个盟友。复仇者政治故事完成。安达半面具由安达家的武士佩戴。这怎么好像一个，这是啥小妈的，我装这个多一个下巴干嘛。失神，不用不用不用。下去看一下那个刚才那个震动是啥小。那几个尸体被烧了。哇，这个跳下去不得了。在震了。有啊，震动啊。到底在哪？这个震动感从何而来啊？啊，看到了。这里应该是没有战旗了。OK， 再来是这胖子。
おお。是呀。我在练那个可以全部一次砍完。就找一些毒药吧。有人，哦，胖子，发生什么代志？你不是大哭啦，哪会这样？猛虎を称えておったな。見返りは何と約束された？断れば殺されるだけ。今は守り手の弟だけが頼りです。ノリオを知っておるのか？戦支度をしております。お連れいたしましょう。对马护士身。走哪？こちらです。殿兄，你怎么了？あれはノリオが知ってのことか。杉寺を奪い返すまで、猛虎に疑われぬよう従うふりをしよう。あやつが言ったのか。ええ、あなたを手本にしたと聞いています。クロード様から学んだことをよく話していますよ。どうもだ。クロード様です。我还知道回报呢哈。大勢で山門から。ノリオは港の中におります。この木を引け。そして小勢を両脇に送り込む。木を隠れ蓑にするのだ。酒井様。起来啦！酒井様とお話をしてまいる。出去！よく来てくれました。こちらへ。杉寺を奪い返すつもりらしいな。稽古を積みました。十分なほど。見知った顔がおったぞ。赤島の者です。串寺にも使いを送りましたが、誰も来ておりません。うん、あんなことがあってはな。串寺がおらずとも寺は奪えます。あ、讲话啊！干，死胖子，你浪费时间啊！あやつらが戦えると思うか。我らでこと足ります。ならばなぜ巻き込む。杉寺を奪えば戦に加わったおのおのが島中に話を広める希望の使いとなれます。それは我らではできぬこと。皆の力で勝たなければなりません。いつ攻め入るのだ。夜明けに仕掛けます。クロードと共に杉寺へ参ろう。兼太の木はお仲間だけで取り戻したのですよね。心もとなく思いましたか。
死の恐怖とは痛みや知らぬ者への恐れでしかないと学んだ。僧兵も同じように考えます。特に兄は里い方だったのだな。兄にもいてもらいたかった。そばにおるはずだ。2、4、5、4个右转。可以讲点话吗？有点干。皆に好かれておるのだな。兄の七光です。杉寺に攻め入るわけも知っていますしね。ここの民は下方者だ。好的。街道を外れましょう。こちらへ。寺は杉林の向こうです。僧は捕虜にされておるのか。いえ、すぐには殺されないよう猛虎に従わせています。考えたな。就那一个吗？間もなくです。息を吸え。止めたままでは戦えんぞ。わかりますか。我らも長い付き合いになるからな。右边啊。ノリオ。有很多人哦。又有五个。急ぎ駆けつけました。じゃあ九個人。串寺が味方とは心強い。杉寺と明石は串が一つにまとまりました。三門から攻めるのか。はい、その隙に両脇から敵を囲みます。俺はどうする。あなたは策に構わず思うままに戦ってください。みんな離れずについてきてくれ。哦，就他们打他们的，我打我的吗？需要我动手。行不行啊，你们打这个打不赢啊。操死。操死。哪里来的，哪里来的。好危险。进大人，进警大人怕。
妈的，这些畜生！畜生去死吧，你们！用啊！去你妈的！射嘞啊！还有人吗？还有。哦，大哥诶，你咧拼啥？操死他！还有人吗？哇！力抗大军欸，这么大、啊，我靠，还有人哦！一旦就活了，是不是？你活了。寺を取り戻したな。ここで暮らしていた時は、兄も、法師も、住職も生きておりました。今日からまたやり直せばよい。本堂へ行きましょう。何か壊されていないか確かめなくては。さあ、こちらです。去哪？ノリオ、酒井様。どうした？この中に入ってはなりません。为啥呢？何があるというのです。いかなる害を受けても失うわけではありません。外側は無事のようですね。寺庙里面怎么了？何も盗まれていないじゃないか。
祈りを。禁煙啊，厌禁。我靠！干你的好事哎、欸！牢から連れて行かれた時、てっきり。モコに全て教えれば、お前だけは逃がすと言われて。俺は生きてるよ。傷一つない。昼食のことを言ってしまった。星、串寺、赤島も。構うものか。靠，好残忍哦！ずっと耐えてきた。会いたくてな。こんな姿で生きられない。生きてくれ。不要了，让他死了。解脱他了。やれ。这太残忍了，让他这样子活。坂井様、よろしいですか。ああ。我靠，蒙古军做到这样哦，这么绝哦。ハーチという名だそうです。そいつが兄を生きたまま焼き、手足を切り落としました。ハーチとやらは死んだのか。まだ息をしてる。ノリオ、ゾバ、兄君は守り手らしく勇ましく死んだ。どこがです。ハーチの所在は私が突き止めます。その後手を貸してください。いいだろう。現在就冲啦。雪が降りやんだら別れを告げます。看这个真的很凶耶。三界，坂井様，有礼物啊。いかがなさいました。ノリオを探しておる。どこだ。炎上の遺灰を墓へ持って行きました。南の山の上です。探してみよう。助かった。三界是什么意思？
麻贼就找到了，还去汇合。从这里飘不是比较快吗？当我傻子啊！再上去吗？在那。原来点熊也会传送。兄の炎上は寺にこもるよりも山野で過ごすことを好みました。あの猛虎の百個鳥。ハーチは見つかったのか。この近くの砦にいます。ノリオ、杉寺を束ねられるのはお主だけ。考えたくありません。敵討ちは僧の務めではないぞ。そうである前に弟なのです。ならば手を貸そう。一人で行くな。お望みなら。ハーチはどこだ。小児砦でに。そやつで間違いないのだな。小儿在。没有ね。必ず探し出して慈悲を壊せます。聞く耳は持ちませんが。お主は弟だ。兄の仇を討つ立場におろう。だが同じ鉄を踏むなよ。同じ鉄。あなたとこの戦で変わってしまった大勢の鉄だ。私もすでに変わっています。この先で小児砦を見渡せます。あなたに教わったことを生かしてハーチを追いました。人相は分かる。その辺の猛虎と同じ人殺しの顔です。機会は一度しかないぞ。一目見れば分かります。奴を見つけたら迷わず切り伏せろ。犬め、ここから離れろ。ノリオ、腹が減ってるだけなんです。どうか命だけは。 What? ノリオ、ただの野党だ。それでも今は許せなかったのです。少しは懲りたでしょう。那我们是到了吗？还是要继续赶路？進めば浄土に往生し、引けば地獄に沈むのみ。今のは兄がこの薙刀に刻んだ言葉です。櫛寺を賊どもの手から守った後に。守り手になった時か。炎上の苦しみは計りがたいが、お主に会うため耐えたのだ。兄は最後にこうつぶやきました。間違っていたと。何がだ。わかりません。ハーチュに最後の言葉はない。苦痛の叫びだけだ。休んでおいた方がいい。明日のために。そうしましょう。
少しでも力を養っておかないと。你到时候不要被打趴了，胖子。他自己去，你要不要信？有勇无谋，没脑。ノリオ、どこだ？おのれノリオ。ノリオが見かけた時は祈りが届いたと思ったのですが、杉寺へ戻れ、あとは任せろ。うん？为什么点香怎么了？どうした？地獄のようなありさまだ。誰の所業だ？ノリオです。正気を失ったようで。去旁边啦、啊！俺を焼き殺す勇気があるのか？燃えろ！その罪ごと燃えろ！人殺しめ！哇，他这么猛，杀那么多人啊！怒りで薙刀を振ることはないと申したであろう。クロードと同じことをしたのです。おかげでハーチは死にました。那这一趴是不是结束了？杉寺の山門はもう開けません。この汚れた手では。どこへ行く？わかりません。哦，那我们也不用杀欸，好屌。やつはまだ生きていました。私は叫び声を聞きながら喜びに包まれた。もうこと同じです。もはやそうではない。やすやすと諦めるな。この島は未練や叶わぬ約束ばかりだ。だが守らねばならん。お主は杉寺最後の僧兵であろう。こんなことをしたんだ。かつての私には戻れません。元に戻れとは言っておらん。お主が信じた道からそれず進んでほしい。ありがとう、リン。酒井様、杉寺で待っておるぞ。ん？这一他的故事最后就结束了，自己复仇。那我们只是来睡觉而已。拔刀相助，强悍生兵。拔刀相助，完成对马所有故事，完成每一场对决，在一场对峙中击败最多敌人。这是什么意思？这个不知道是什么。还有这两个。哦，主场其实还没弄完，解放社区、解放对战。活力祸福，混沌头戴，什么颜色啊？哦，黑色黑金。